はい、こんにちは。前回アカデミーテクノサイエンスの和田社長にインタビューをさせていただきまして、今回はですね、実際にバクロンの商品の説明をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。バクロンなんですけれども、こちら側のパンフレットになりまして、除菌と消臭ができる商品になっています。でこちらの商品の特徴としましては、日本の大学と共同研究をして開発をした商品になりますので、いろんな研究結果をもとに作っている商品というところになります。なので、非常に安心な商品というところが1点あるのと、今まであったようなものとは違ってですね、ウイルスを殺すものではなくて分解をする形で、抗ウイルスでしたりとか抗菌、そして消臭の効果とかを期待できる商品になっております。で今回はですね、車に特化した商品ということで、こちらのイタリアのスピン車の、ミストを作る機械を一緒に使っていきたいと思います。こちらのミストですね、5ミクロン以下のミストを作りますので、こういうふうに物が近くにあってもですね、水が出たりしないので、車を汚したりすることもなく、安心に車の中に、置いて、車の作業中でしたらこちらを車内に置いて外の作業をするという形で使っていただけるようになります。こちらのノズルの部分なんですけれども、こういうふうに簡単に外すことができまして、例えばこういう先が細いようなものに取り替えていただくと、もう少しスポットで当てることができるようになったりとかですね、こういうノズルを使っていただいて、細かい部分とかもですね、バクロンの製品をかけていただいて、匂いを取ったりすることもできるようになってます。スピン車なんですけれども、イタリアでは非常に有名で、エアコンのメンテナンスの機械などをですね、世界に輸出をしている製造メーカーになってます。現在はですね、こちらの 100ml、200ml の2種類の機能になるんですけれども、これからタイマーをつけたりしてですね、バクロンに特化したような商品として日本の中では展開をしていこうというふうに思ってます。こちらのバクロンの機械ですけれども、通常の車ですと20本を目安に使っていただけたらというふうに思ってます。あとこちらのシガーもついてますので、12V、24V 兼用という形で、電源がないところでもこちらの機械を使ってご利用いただけるようになっておりますので、お気軽にご使用いただけるかなというふうに思います。はい、では先ほどのバクロンの機械ですけれども、これから車の中に入れてですね、実際に使っていこうと思います。ちょうどのノズルを使うとですね、このシートの下とかですね、あまり中に入っていかないような場所なども、実際にミストの方をかけながら匂いの方を取っていくことができるようになります。細かいところに関してはこういうホースを使ってミストを流していくと匂いが取れます。あとエアコンに関しては5ミクロン以下のミストがスピン車の機械から出るようになっておりますので、そちらをですね、車内に置いていただいてエアコンをかけた状態で20分ほど放置いただくと、エアコンのフィルターの中まで匂いを取って除菌、そして抗ウイルスの効果を発揮することになります。こちら見ていただく通り、シガーライターの方から刺すだけで機械の方動きますので、非常にお手軽にご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
started facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen every